阪神、圧倒的弱さ。0001。たこ焼き屋さん、お待たせしたね。爪楊枝入る。負けるならもっと早負けろや。24イニング連続無得点きた。延長までして完封負けは地獄すぎる。打てなさすぎるどっちも。しかもノーヒットで点取られてて草なんだ。またバント処理でバタバタしとる。お笑いの連続で草。何を遊んでんの。今日一番盛り上がったな。世界一つまらないチーム。さすが関西はお笑いのレベルが違うわ。いくらなんでも点入らなすぎや。明日も栗対西だから1例あるで。バントの処理ミスが延々で点が入り、1対0で負ける。これ昨日と同じやな。弱すぎて諦め。去年優勝して日本一になっててよかったな。4安打に失策0点。これは岡田がぼやいてもしゃあない。打てないのは仕方ないけどベースみたいな守備やめてくれよ。8年ぶりに B クラスで救援へ。